人を殺してはいけない理由を教えてください。目の前の人が僕を殺そうとしているときと、社会的な理由とかで結構違うんですけど、まあ、目の前の人が僕を殺してはいけない理由は多分、僕が死にたくないになってしまうんですけど、で、社会において人を殺してはいけない理由は、その、殺してはいけない理由自体は実はないんですよね。日本の場合。日本の場合って、その、裁判官が、この人死刑ですって決めた場合は、人を殺して良いっていう社会なので、なので、日本の場合は人を殺してもいい国なんですよ。要は、理由があれば殺しても良い国であるっていう。で、まあ、多分日本の場合は戦争はないんですけど、他の国だと、戦争しても OK っていう国の場合だと、戦争という状態になったら他の国の人は殺しても OK っていう感じで、割と人を殺してもいい国の方が多いんですよね。戦争だ、永世中立国のスイスも、他の国の人が攻めてきたら相手の敵兵は殺してよいってことになってるので、人を殺しちゃいけないっていう国があるとしたら多分ミクロネシアの国とかナウル共和国とかそういう感じじゃないですかね。なので、そもそも人を本当に殺してはいけないっていう国は多分ほとんどなくて、理由があれば殺していいよっていう国が普通っていうことなんじゃないかなと思います。